240番です。20オームの抵抗を流れる電流がここが 0.5 アンペアの時の可変抵抗の抵抗値 R を求めましょう。一周回りましょう。こちらは開いていますからここだけです。0から30上がります。ここ20、0.5 アンペアですからここも 0.5 アンペアですね。0.5R、IR 下がります。IR 下がります。0.5×20 下がります。平地を歩いて元の場所0。R は40オームになります。2番です。今度はスイッチ閉じました。ここ閉じました。両方から電流流れてきて、こう下がりますかね。ちょっと分かりませんが、5オームの抵抗を流れる電流を0にしました。ここを0にしました。その時の、可変抵抗 R はいくらでしょうかという問題です。ここが0です。はい、こう流れていきますかね。ここを X にしておきましょうか。ここ0ですから、でこの 20V の電池に返ってくる電流0です。出ていく電流も0です。ね、この X がここを流れます。こう流れます。これだけです。スイッチをオンにしてもこちら側電流流れませんよ。先ほどと同じ式になりますね。ここ一周回りましょう。0プラス30上がって下がるんですが、ここ抵抗わからない、電流もわかりませんから、XR 下がります。ここ 20X 下がります。で、元の場所です。よく見ると X と R2 つわからないものがありますから、もう一個式がいりますね。もう一個式を作りましょう。回ってこれますから、今度こう回ってみましょうか。ね。そうしたら、0から30上がります。XR 下がります。電流流れていませんが、電池20下がります。電池は電流流れていなくても 20V です。20下がります。プラスからマイナスへ下がります。ここは電流流れていませんから、IR の I が0ですから、0V 平地です。で、元の場所。この2つを解きましょう。抵抗が10オーム、電流が1アンペア、1.0 アンペアです。3番です。抵抗値を、可変抵抗の抵抗値を4オームにしましょう。ここの電流はいくらでしょうか。回路書き換えますね。ここを求めましょう。電流の向きを適当に決めます。ここ X アンペア。どうしましょう。こっち Y 来てるとしましょうか。ここは X プラス Y。こちらに Y 流れて戻っていく。Y 出ていって Y 返ってくる。X 出ていって合流して XY になって X 返ってくる。というふうに置きましょう。X と Y は求めますから、2つ式を作ります。赤い流れと緑の流れの式を作りましょう。赤の方は0プラス30マイナス 4X マイナス 20X プラス Y 元に戻る。緑の方は0プラス20上がって下ります。X プラス Y の20倍下って、5Y 下る。元の場所。これ解きましょう。Y がマイナス、1になります。Y がマイナスがついてしまいますので、1.0 アンペア、1なんですが、これ左向きということになりますね。右向きに Y と置きましたから、マイナスですから左向きに1アンペア。流れる向きは Q から P の向きに 1.0 アンペアになります。すみません、これマイナス 0.6 アンペアの間違いです。ごめんなさい。